MHK ニュースです。解説は、ドナルド・トランポリンさんと、私、アナウンサーのひらひらくりきんとんがお送りいたします。韓国で最もリベラルな日刊紙と言われている、ハンギョレ新聞。反共イデオロギーからの脱却、進歩志向の最左派の論調です。保守、右派系朝鮮日報の論調とは対極をなし、ハンギョレ新聞と朝鮮日報の両紙は、社説や記事などで互いを批判する関係です。朝鮮日報、中央日報、東亜日報といった保守系新聞とは、全体の論調や教科書問題でも対立の構図にあります。最左派のハンギョレ新聞は、極左のムンジェイン大統領に理解を示す論調が目立つ新聞社で、反日にも力を入れて掲載するなど、まるで朝日新聞を彷彿させます。こんなハンギョレ新聞は、日本政府が25日に竹島で行われた韓国軍の領土守護訓練に対して、訓練の中止を要求した件に関し社説で、日本をけなす主張をしていましたので、一部を抜粋してお伝えいたします。日本政府が25日、韓国軍の東海領土守護訓練について、竹島は日本の領土だとし、訓練の中止を要求した。またもや、日本が独都の領有権を主張したのだ。1、2回でもなく、毎回、このように強引な主張をするとは、ただ呆れるばかりである。改めて言うが、独都は、歴史的、地理的、国際法的に韓国固有の領土であり、よって、韓国軍が、どのような訓練をしても、日本にとやかく言われる筋合いはない。韓国海軍は、同日、26日までの2日間で、陸海空軍と海兵隊、海上警察兵力が参加する東海領土守護訓練を実施すると電撃発表した。外部勢力の独都侵犯を想定し、これを撃退する内容などで構成された今回の訓練には、イージス艦を含む艦艇約10隻と、F-15 など航空機約10機が初めて参加する。過去にも、1年に、2回、独都防衛訓練を行ったが、今回は規模が拡大され、名前も変わった。最近の日本の貿易報復と、これによる韓日の対立が影響したものとみられる。これを受け、日本の外務省は、早速、外交ルートを通じて、韓国に、竹島は歴史的事実に照らしても、国際法上も、明らかに日本固有の領土であることに鑑み、今回の韓国軍による訓練は到底受け入れることはできないとし、訓練の中止を求めたという。しかし、独都が日本の固有の領土だという主張には根拠がない。1877年、日本明治政府の最高国家機関の大井祭りごとの司は、宇津領島と独都が日本所属でないことを確認する指令を発表した。独都は、日本が1905年、日露戦争を控え、島根県に無断で編入したものの、1945年の第二次世界大戦の敗戦とともに、韓国の領土に原状回復された島というのは、高知の事実だ。日本は、不当な領有権主張をもうやめるべきだ。韓国軍が領土を守るために訓練するのに、外国の機嫌を伺う必要はない。ただし、独都は韓国が実効支配しているだけに、不要に周辺国を刺激する理由はない。韓国政府は、日本の不当な領有権主張に断固として対応しながらも、どうこして国際紛争化することがないよう、きめ細かく管理する必要がある。いやー、これは、もう、開いた口が塞がらないで、顎が外れましたよ。よくもこんなデタラメな記事が書けますね。歴史をなんだと思っているんでしょうか。歴史の冒涜ですよ。あ、韓国では当たり前でしたね。しかし、竹島のことは、この番組で何度も取り上げて解説をしていますが、要約して改めて申し上げると、1951年、昭和26年9月に署名されたサンフランシスコ平和条約には、日本が放棄すべき地域として、最終島、コムン島、および宇津領島を含む朝鮮と規定されていました。この9月より、前の同年7月に、米英両国による草案内容を承知した韓国は、ヤン駐米韓国大使から、アチソン米国務長官宛ての書簡を提出し、
日本国が朝鮮並びに最終島、コムン島、ウツリョウ島、ドクト及びパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対する全ての権利、権限及び請求権を1945年8月9日に放棄したことを確認するに置き換えることを要望するという内容でした。この韓国側の意見書に対し、米国は同年8月にラスク極東担当国務次官補からヤン大使への書簡で回答し、韓国側の主張を明確に否定しました。この書簡には、合衆国政府は1945年昭和20年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するという理論をサンフランシスコ平和条約が取るべきだとは思わない、ドクトまたは竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人である岩島は我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年明治38年頃から日本の島根県沖ノ島支庁の管轄下にある。この島はかつて朝鮮によって領有権の主張がなされたとは見られないと回答しています。この回答でお分かりの通り、竹島は我が国の領土であるということは明明白々たる事実です。これを不服とした韓国は国際法を無視してサンフランシスコ平和条約が1952年昭和27年4月28日に発行される前の同年1月に李承晩韓国大統領は海洋主権宣言を行って、いわゆる李承晩ラインを国際法に反して一方的に設定し、そのライン内に竹島を取り込みました。1953年昭和28年3月日米合同委員会で竹島の在日米軍の爆撃訓練区域からの解除が決定され、これにより竹島での漁業が再び行われることとなりましたが、韓国人も竹島やその周辺で漁業に従事していることが確認されました。同年7月には不法漁業に従事している韓国漁民に対し竹島から退去するよう要求した海上保安庁巡視船が韓国漁民を援護していた韓国艦船によって銃撃される事件が発生しました。日韓が国交を回復する1965年昭和40年までに韓国当局は327隻もの日本漁船を拿捕、3911人の漁師を拘束し、うち8人が死亡しました。こんな非道下劣な韓国、ハンギョレ新聞の出張でどうこして国際紛争化することがないようと記述していましたが、竹島に軍隊を送り込んで訓練をしていることがどうこした挑発であり威嚇ですよ。竹島は日本の領土です。そこに韓国の軍隊が上陸をするのは、日本は専守防衛で侵攻してきた敵を自国の領域において軍事力防衛力をもって撃退することは可能なのですよ。フォークランド紛争が竹島で再現される覚悟が韓国にはできているということなんでしょうね。平和を望まないムンジェイン大統領、国際社会から消える日も近いでしょうね。 MHK ニュースでした。ご視聴ありがとうございました。コメントや高評価、チャンネル登録をお願いいたします。